はい、どうもこんにちは、サラクールです。今日も気ままにポタリングということで、ママチャリで気軽にポタリングをしていこうと思ってます。今ちょうどくぐったところが京葉道路というところをですね、くぐりましたけども、またですね、船橋市街から今回は東京ディズニーリゾートに向かってポタリングの方していきたいと思っております。今こういう風なですね、工業地帯のところを抜けつつ、まずは国道357号線のところに向かってですね、走っているというようなところです。今日もね、あいにくの天気ということで、ちょっと曇りがちの天気での撮影というところになっております。ここら辺はね、本当に工業地帯でいろいろですね、工場が立ち並ぶところにはなってるんですけども、そこのところですね、まあ、ひたすらまこいでいくというような形でですね、気ままにポタリングの方を楽しんでいきたいと思っております。またね、何回か、まあ、ハイパーラプスの方に切り替えながら、まあ、超高速で、まあ、ずっとですね、まあ、どういう風なポタリングをしているかというところもですね、お見せしながら、気ままなポタリングというような感じですね。で、今日は、まあ、2024年の9月29日日曜日になりますね。で、前回ね、だいたい1週間ぐらい前に気ままなポタリングしたんですが、その時はね、本当めちゃめちゃ暑かったんですよ。日帰りしたばっかだったんですけども、全然もうめちゃめちゃ暑くて、まあ、東京で35度近くまでね、上がるぐらいのめちゃめちゃ暑かったんですけども、その後急激に気温の方は下がりまして、今日は結構ですね、まあ、快適に過ごしてるかなと思ってます。気温も多分25度ぐらいなんじゃないかな。まあ、ようやく秋めいてきたというような感じなんですけども、ただですね、まあ、秋といえば高い空ね、青い空の高い空をですね、まあ、連想される方もね、多いかなと思うんですが、今日は残念ながら、まあ、こういう風な曇りがちのところをですね、まあ、ひたすら、まあ、ポタリングしていくというような感じになるかなと思ってます。まあ、ここから東京ディズニーリゾートまでは、まあ、そこまで距離はないので、もう今日はね、まあどうかな、結構かなりお手軽なポタリングにはなるかなと思っております。はい、って言いつつですね、もうちょっとしたら国道357号線のところですね。で、上にはですね、ここだともうすでに東関東自動車道なのかな、あの国道357号と高速道路の東関東自動車道が、まあ、並走しているというようなところになってまして、あとさらにですね、鉄道路線もありまして、京葉線も並走しているというようなところになっております。遠くの方に今ちょっと交差点見えてきましたけども、そこの交差点を今度は右手に折れてですね、進んでいきたいと思っております。まあ、できればね、まあ、ここら辺だとちょっと交通量多いので、ちょっとまあ歩道も駆使しつつ、ポタリの方はね、気ままにやっていこうかなと思ってますけども、まあ、なかなかね、自転車ってね、まあ、軽車両なので、まあ、そこら辺はですね、まあ、交通ルールも遵守しながら、ポタリングの方はね、進めていきたいと思っております。ここからちょっとね、いろいろと、交通量も多いので、今ちょうど西浦っていう交差点ですね、そこのところを今右折しました。まあ、ここら辺もまあまあ人はいますね。工場で働いている方もいらっしゃるので、まあ、いるんですけども、今日はまあ比較的、そうです、日曜日っていうこともあって人はまばらなのかな。まあ、それでもこのですね、道路でもね、歩いてるというような感じなんですけども、で、今右手の方にちょっとね、最終処理場なのかな、下水の最終処理場があるので、ちょっとね、これはね、臭いは臭いんですけども、はい、まあ、こういうところをですね、今ですね、走ってるというような感じです。
まずはこちらの方ですね、まあ、まっすぐ行くともうちょっとしたら江戸川をですね横切るということで、江戸川放水路の方かな、江戸川放水路の方を、まあ、横切るというような感じですね、進んでいきます。またここもちょっと川になってまして、まあ、釣りやられている方もねいらっしゃいますね。でここが今ちょっと信号が青なので、渡っていきたいと思います。はい、で前回はちょっとアクションカムね、まあ、テスト的に使ってましたけども、まあ、なかなか、ちゃんとですね電子手ブレ補正も効いたような状態でうまくこういう風なねポタリング動画も撮れるということが分かりましたので、まあ、これからもね、こういう風な形でいろいろと、まあ、自分のですね気ままポタリングではあるんですけども動画の方はね、撮っていきたいかなと思っております。で今の交差点がですね二股という交差点になっております。こちらですね今までは船橋市にいたんですが、自治体の方が変わりまして、市川市になりましたね。市川市になりました。で今走っている道路、まあ、ちょっと速度にはなってしまうんですけども国道357号線の速道を走っているというところですね。はい、これはですね市川二俣という地域になっております。まあ、なかなかですねちょっと車道の方は行けないのでちょっと市川二俣駅の方に行った方がいいのかな。こちらですね、こちら二俣新町駅ですね。はい、ここにも書いてあるとなんですけども、はい、こちらですね。はい、こんな感じで二俣新町駅という駅があります。こちらは京葉線の駅になってますね。で、まあ、こちらがちょっと歩道になってますので、こちらの方を漕いでどんどんねゆっくり気ままにポータリングの方を、ね、していこうかなと思ってます。まあ、ここら辺もやはりあの本当に車通りがあるというか本当メインの、通りっていうことになってますので、交通量は非常に多いです。結構ね、うるさく、マイクの方であの車の音とかね拾ってると思うんですけども、あとねどうしても夏場はねこういう風な歩道に関してこれはですね、まあ、自転車も通れる歩道にはなってます。はい、こういう風な歩道にはなってるんですけども、ただねどうしても草がボーボーになってしまっているというようなところになってまして、で車道の方はねちょっと自転車ダメですよというような表記もあったりするので、まあ、こちらの歩道をですね、まあ、通っていくというような形になっております。そんな感じですね、今どんどん漕いでますけども、もう少ししたら江戸川放水路をですね渡るというようなところまでやってきましたね。ちょっと徐々にちょっと、上り坂にはなってるんですけども、はい、漕いでいくというような形で、今ちょうどですねなんだっけな、デルタ線かな、まあ、西船橋の方に行くとですね、まあ、武蔵野線とも合流するんですけども、まあ、武蔵野線と京葉線のデルタ線がですね今走ってまして、まあ、ちょうど今そのデルタ線の下をですねくぐり抜けたというようなところになっております。はい、でここはちょっと全然見えないですけども、バラキ大橋という橋ですね。まあ、ちょっと橋感はちょっとわからないかもしれないですけども、はい、今もねバラキ大橋という橋を渡っております。下はですね確かママ川だったかな、多分ママ川っていう川だと思うんですけども、そのところをですね、渡してる橋というところになってまして、で一回ここからまたですねちょっと下りますけども、下ってですねそこから今度は江戸川放水路の橋を渡っていきますので、そこからですね、まあそこになると結構まあまあ高くまでですね、ずっと登っていけるというか、まあ、見晴らしが良くなるので、まあ、ちょっとね、気持ちいい部分がありますので、まあ、そこまではちょっとね、動画で撮っていこうかなと思ってます。また途中はですねハイパーラプスの方で、撮っていきたいと思うんですけども、まあ、そこまではね、ちょっと動画の方で撮っていきたいと思います。ただ本当に今日は、まあ、湿度はそうですねちょっと低いかな、ちょっと曇りがちであるので、まあ
湿度の方はね、まあ、高めではあるんだと思うんですが、まあ、夏のねやばいもうなんかベタベタするような本当に嫌になるような湿度ではなくて、もう秋らしいちょっとね乾燥した感じにはなってますね。まあ、隣には本当なんか、処理して今クレーンじゃないやなんかね、まあ、ショベルカーじゃないですかね、なんかやってますね。すごいうるさいで、しかもなんか粉塵が飛んできてるというような感じなので、はい、ちょっとね、まあ、そういう風なところを通ってますけども、はい、でこっちですね。でこちらの方は自転車も通れるということで、こちらになります。でここは何だったっけな、ジャンクションなんですけども、ですね、外環自動車道との、ジャンクションということで、高野ジャンクションというジャンクションですね、あたりになってます。以前はあの外環道が、ね、できる前までは結構北に行くルートっていうのがまあ限られてて、あの千葉県内のですね、県道1号とか結構ね渋滞してたんですけども、まあ、ここのですね外環自動車道ができることによって結構ですね、千葉県内のあの南北につながる県道の渋滞というのはまあまあ緩和されてきたのかなと思っております。はい、ということで、高野ジャンクションの方も今ですね、通過しまして、またちょっとね下ってますけども、そこから先が江戸川放水路を渡る橋になっております。まあ、こちらの方ちょっとぐるって回りながらですね行かざるを得ないんですけども、はい、まあ、車だと直線的に行けるんですけどね、まあ、ポタリングだとまあこんな感じですよ。はい、で今ここら辺もなんかいろいろと工事をやってるみたいなのでこんな風になってますけども、はい、まあ、事情に注意ということで、まあ、工事中ですね。で、まあ、ポタリングに使っている自転車はあの電動アシスト付き自転車なので、まあ、こういう風にですね、上り坂もまあバンバンに登ってって、まあ、結構ね楽に登れております。まあ、そういう意味でもね本当に気ままなポタリングというところで今ねやってるというような感じですね。はい、では来ました、市川大橋というね橋になります。ちょうどですね下に流れている川が江戸川放水路になりますね。はい、江戸川放水路になります。江戸川もうちょっとね上流の方で旧江戸川と江戸川放水路の方に、ね、分かれるんですけども、こちらはまあ結構新しくできた、まあ、放水路なのかなになります。まあ、歴史的には旧江戸川の方が前にあってですね、こちらの放水路を後で作ったと、まあ、いうような、ね、ところになっています。はい、で右手側にちょっとこんもりした山っていうか、あの緑に囲まれたっていうか緑になってる、まあ、ちょっと小高い山っていうのはどうかな、山じゃないですけどね、なんか盛り土されたようなところがあって、まあ、木で覆われてるんですけども、そこがですね、行徳富士と、言われてる、場所になります。まあ、以前ね結構不法投棄されてというか不法残土が持ち込まれて今こういう風な状態になってですね、まあ、いつ崩れるかわからないということもありまして、こちらの方はですね、中には立ち入ることはできないですけども、まあ、ちょっとね、まあ、負の遺産ではあるんですけどね、まあ、行徳富士というですね、ものがあります。ちょうど右手側にね見えます。で左手には京葉線が走っているということで、もうちょっとしたら京葉線ね、来そうなんですけども、まあ、見えますかね、今ね、左手前方を見ると京葉線がですね走ってきております。はい、どこ行きなのかな、蘇我行きですかね。はい、蘇我行きになってますね。まあ、東京と蘇我間とかをね結んでいる路線だったりしますけども、もともとは貨物船で作られた路線なんですけども、それがですね、まあ、旅客でも使えるというようなね、線路になったというような感じですね。はい、結構ここら辺も道はそうですね、ちょっとガタガタのところがあって今カメラが触れてしまいましたけども、こんな感じになっております。
もうちょっとしたらですね、駅に着くのかな。市川塩浜になるんですかね。まあ、そこの駅に着きます。じゃあ、ここからちょっとまたですね、というか、これから、タイムラプスに変えて、まあ、ひたすらですね、走ってる動画というところで、また、そうですね、ここからはですね、行徳の近くとか、あとはまあ浦安方面とかですね、漕いでいくわけなんですけども、はい、まあ、ここのところね、ずっとやっても、こんな風景はずっとひたすらね、続くような感じになっております。今ちょっとなんか、ネズミが横を通りましたね。ここら辺、工業地帯なので、まあ、ネズミもね、そこそこいますね。まあ、可愛らしいネズミだったらいいんですけども、まあ、ラット系のドブネズミですね。はい、まあ、どちらかというと、嫌なネズミの方なんですけど、はい、全然可愛らしくないネズミなんですけども、はい、そういうものがね結構いたりします。はい、もうちょっと行ったら変えようかな。はい、今ね、ここら辺は行徳地区になりましたね。市川市の中でも、もう行徳と言われるような地域になってまいりました。はい、ということで、今いる交差点がですね、高浜交差点という交差点になっていますので、まあ、ここの交差点から先ですね、またひたすらですね、頑張って漕いでいこうというか、まあ、頑張ってというか今回気ままなんですけどね、気ままに漕いでいこうかなと思っております。はい、ということで、ここですね、ちょっとですね、タイムラプスの方に切り替えたいと思います。はい、ということで、千葉県市川市の高浜の交差点からスタートというところになっております。右手の方は市川野鳥の楽園ということで、まあ、千鳥町というところのですね、横を走っているというようなところになっております。国道357号線沿いですね、ひたすら漕いでるというような形になっております。まあ、基本的にはですね、本当ちょっと変わり映えのない景色がずっと続くような感じなんですけども、まあ、工業地帯のところですね、ずっとひたすら漕いでるというような形になっております。まもなくですね、浦安市に入ります。はい、ということで、市川市から今度ですね、浦安市に入りますということで、ひたすら国道357号線をですね、通っていきましたけども、まあ、途中ですね、右手側には、まあ、千鳥町というか、あの千鳥町というですね、まあ、地名があるんですけども、まあ、そこのところですね、まあ、野鳥を見れるような、確か、まあ、宮内庁かなんかのですね、管理しているところだと思うんですけども、まあ、そういうところをですね、通ってきました。ただそっちの方の道路を通ると、最近はですね、ウがいっぱい巣を作っちゃってて、すごいね、踏んで、まあ、白くなっちゃうんですよね。かなりね、粉が飛んでくるんですよ。なのでそっちの方のですね、側道は避けて、こっち側の側道をね、今通ってるというような感じですね。はい、まあ、こっちにもね、鳩とかね、いるんですけどね。はい、鳩が今3羽いますけど、はい、こんな感じですね。でやはり本当に交通量が激しいので、まあ、気ままにポタリングとはいえね、まあ、うるさいはうるさいですね。はい、ただちょっとまたここのとこはね、車道のところから少し離れた状態で、まあ、こういうところね行けますので、ここも確かそうですね、登るんだったかな、ちょっと道を間違えたらごめんなさいなんですが、うまくいかないとダメなんですけど、ですね、ここもいつもねちょっとね迷っちゃうんですよね。あ、上がらなくてよかったですね。ここもちょっとですね、まあ、道が交差しておりまして、ちょっといろいろと複雑になっているので、たまにですね迷ったりするんですが、はい、今回はねそんなに迷わずに来れました。で先ほど、まあ、曇りって言いましたけど、ちょっとね雨もねパラついてきたというような感じで、まあ、今日は曇り予報なので、まあ、そこまですごい土砂降りになるということはねないかなと思うんですけどもね。いやー、もうちょっと天気がいい時にポタリングすればよかったかなと思うんですけども、まあ、なかなかそのポタリングするのも、まあ、休みの日にね気ままにポタリングするということで、
まあ、天気とかねいい日もあったりするんですけども、まあ、選べないっていうような感じなんでね、はい、ではここからはまた、こっちですね、はい、また国道357号と並走するような形で、まあ、歩道、まあ、自転車も通れる、ね、歩道がありますので、そこのところですね、気ままにポタリングの方をねしていきたいと思います。まあ、ここら辺も本当に木に囲まれてて、まあね、ちょっとね離れていればそこまで車の音とかねうるさくないので、まあ行っちゃいいんですけどね。でしかもこういう風にね木に囲まれているので、まあマイナスイオンに、ね、包まれながらこうやってポタリングできますし、あと真夏の時でもねここのところはこういう風に木が生い茂っているので、まあまあね涼しく、ここら辺はですね気持ちよくポタリングすることができるような道路にはなっております。ここら辺はね、そうですね、この側道をこういう風にね走っている時にここの部分は好きですね。いつもポタリングする時に、ね、ここのルート、この部分のルートだけはね好きです。ただこれがずっと続いてくれればいいんですけど、まあそうは言わ、問屋は下ろさないというような感じで、まあ、すぐにね終わっちゃうんですけどね、まあ、もうちょっとしたら終わりですね。また何か橋があるのかな、そこの橋のところでも完全にまた、隣のですね車道と、並走して走るような形になっちゃいますので、木々のねとかでも遮らないような形で結構ねうるさかったりはするんですけども、はい、ということでちょっと橋の名前がちょっと木で隠れちゃってますけど、なんていう橋かな、境川橋っていう橋ですね、そういう風な橋になっております。もうちょっと天気が良ければ良かったんだけどな、ちょっと小雨がねちょっとパラつくっていうか、まあ、あのカメラでは多分捉えきれない程度の雨がですねポツポツと体に当たるような感じですね、はい。まあ、今日は東京ディズニーリゾートまでの、まあ気ままポタリングということなので、まあ、ゆっくりねポタリングしてるっていうような感じなんですけども、まあ、もうちょっと静かなところをねポタリングしたいなっていうのはあります。ただここも、まあ、ポタリングするにはそうですね、道の方もこういうふうに歩道部分もですね結構広く整備されてますので、そういう意味では走りやすいところなのかなとは思っております。はい、で今そうですね、ちょっと時計の方でですねまたポタリングの方っていうことはサイクリングモードにしてですね、撮ってはいるんですけども、ちょうどですね、録画し始めて、まあ、スタート地点から 9.18 キロというようなところまで来ました。だいたいですね漕ぎ始めて30分強ぐらいですね、そのぐらいの時間で、来ております。あともうちょっとしたら東京ディズニーリゾートの方もね、近づいてくると思うんですけども、まあ、看板もですね正面に見えておりますね。このカメラの右手側に、東京ディズニーリゾートというふうなね看板が見えていると思うんですけども、はい、もうちょっとしたらですね、着くと思われます。またここもちょっとね木に囲まれている部分で、まあ、夏場とかには結構重宝するような、ところだったりしますね。本当にねひんやりするんですよ。まあ、隣が、まあ、めちゃめちゃ車道なんですけど、まあ、とはいってもねこういう風な、森で囲まれてるというか、まあ、木々で囲まれてるって感じですかね。まあ、そういう風なところをですね、こういう風に気ままにポタリングすることができるので、まあ、とてもいいような感じになっております。でこちら側ねこういう風なね道路になってるんですけども、逆サイドは、結構ねアパートとかマンションとかどちらかというと住宅街になっちゃってるんで、すぐ住宅街になっちゃってるんで、ここまで整備されてないので、もしねポタリング、この国道357号線で、ポタリングする場合はそうですね東京側の方ですね、東京行きの方、まあ、上りっていう言い方するのかちょっと正しいかどうかちょっと分かんないですけども、そっちの方を使った方が、結構ね楽しくポタリング気ままにですねすることができます。でまたですね交差点が見えてまいりました。はい、
というところで、ここの交差点はですね、中央公園前というような交差点になっております。多分ここら辺だと新浦安の近くなのかな。なのでここから多分右手というか左手ですね、右手じゃないですね、左手に降りていくと新浦安駅方面にも、行けるようなところですね。はい、そういうところを今走っております。なんかここら辺だとなんか路面が濡れてますね。さっきは雨がポツポツだったんですけど、多分ここら辺は結構降ったかもしれないですね。路面が濡れてます。いや今日曇りだって聞いてたから傘なんて持ってこなかったんですけどね。いやこれが本格的に降ってきたらどうしよう。まあアクションカムは防水なので問題ないですけど、まあ自分自身ねどうしようかなって思ってますけども、まあこれ以上というか降らないことを祈りますね。ポツポツ程度ということで。で東京ディズニーリゾートはそうですね、300メートル先のところを、まあ、左の方に入ってくださいというふうに車道の方には書いてあるので、まあ、もうちょいしたら、東京ディズニーリゾートの方にね着くかなと思われます。まあそこのとこね、まあひたすらのんびりパッポタリングしてるという感じなんですけども、まあ、今いる場所が、浦安市弁天という地域になっております。ここら辺完全に埋め立て地帯なので、まあ、道路自体はそこまで狭くはないのかな。埋め立て地じゃないところって結構、ここら辺の地域ってね道路が狭かったりするんですけども、ここは完全に埋め立て地域になったりするので結構ね道路もですね広いというような感じですね。はい、ということで、まあ、ちょこちょこ人はねここのね歩道もね歩いてるんですけどね、そんなめちゃめちゃ駅がめちゃめちゃ近いっていうわけじゃないんですけど、はい、ただね人も結構歩いてます。まあ、工場で働いてる方っていうよりかはここら辺の地域住民の方がね歩いてるっていうような感じなんですけどね。はい、まあ、こちらの方にもいろいろとマンションとかアパートとかもねありますので、人はそこそこ住んでるような地域にはなってますね。先ほどまでは工業地帯だったんですけども、ここら辺まで来ると一軒家とかもね立ち並んでるような地域になってきまして、もうちょっとしたらね舞浜だとは思うんですけども、はい、舞浜の方まで行けば、まあ、結構一軒家とかで、ね、おしゃれな家々もね並んでるようなね、ところだったりしますので、はい、でもうちょっとしたらまたね、上り坂になっておりますけれども、弁天橋って書いてますね。でその前の手前の看板には東京ディズニーリゾートまで500メートル先のところ右折してくださいよみたいなことが、看板には書かれております。ちょっとねまたね、まあ、こちらは電動アシスト付き自転車なので結構ねスイスイと登っていくので楽ちんなんですけど、はい、今からね弁天橋というね橋を渡ってみます。はい、こっち結構降ってんな。いや曇りだって聞いたのに、まあねもうちょっと晴れた時に来ればよかったかなと思いつつも、もうせっかくなんでねもう行っちゃえということで来ておりますけども、はい、さてまたここから下り坂になりまして、もうちょっとしたら見えてくるかな、あれ舞浜の駅かな、はい、もうちょっとしたら舞浜の駅が、見えてきますので、東京ディズニーリゾートのところね、着きます。着いたらちょっとね一周して軽くねポータリングの方ねして、まあ、東京湾の方もちょっとね見てみたいと思いますけどね、はい、まあ、結構東京ディズニーリゾートも、まあ、広いっちゃ広いので、はい、まあ、ちょうどですね舞浜の駅ですね、ただここに来てちょっとまた雨粒がポツポツと体の方に当たってきてちょっと嫌な感じなんですけど、はい、でここのところをですね、登っていくというような感じになるかなと思います。はい、よいしょよいしょ、結構、ここも登っていくというような感じですね。はい、ただ舞浜の駅なので、そうですね舞浜の駅に行ってもしょうがないので、
ちょっと登ったはいいんですけど、ちょっと降りますね。下の方の歩道の方行けなかったです。はい。ちょっとね、はい、行きたいと思います。ぐるーっと一周してね、行きたいと思いますので、よいしょ。はい。じゃあ、ここから、東京ディズニーリゾートは今ですね、右手側にあるんですけども、ちょっと一周ぐるっと回って、でですね、まあ、このポタリングはね、以上にしたいかなと思いますけども。まあまあね、ここまでは近いですね。はい、私のところから近いというような感じですね。まあ、10キロ強ぐらいで来れるということで、今ちょうどですね、11.4 キロなので、まあ、そこら辺で来れちゃうという感じですね。で、ここら辺の地名は舞浜三丁目という、地名になっております。はい。で、結構ね、東京ディズニーリゾートも、広いので、まあ、ぐるってね、回っていく必要はあるんですけどね。で、ちょうどね、今右手側にモノレール走ってますね。東京ディズニーリゾートを一周する、モノレールも走っております。ミッキーマウスのね、窓になってるんですけども。はい。じゃあね、こっから本当にゆっくりポタリングしながら、東京ディズニーリゾートをですね、ちょっと一周して、で終わりたいなとは思いますけどね。はい。まあまあ広いのでね。はい。いやー、今日は涼しくてよかったな。まあ、これが暑いとね、なかなか、まあ、ちょっとポタリングにとっては、まあ、辛いんですけども、ようやくポタリングがしやすい時期にはなってきたかなと思ってます。ただ、あいにくのちょっと空模様なので、そこだけがちょっとね、残念なところだったりはするんですけども。はい。で、そうですね、まあ、エンディングは、まあ、一周というよりかは、まあ、これもね、あくまでも気ままなポタリング旅なので、東京ディズニーリゾート のサインモニュメントがある場所があるんですけども、まあ、そこのところですね、終わりにしたいかなと思っております。じゃあですね、ここはね、ちょっと運動公園前というですね、交差点なので、ここからちょっと渡っていきたいと思います。はい。で、まっすぐ行くと東京ディズニーシーですかね。はい、東京ディズニーシー の入り口になるのかな。まあ、正面に何だっけ、火山名忘れちゃいましたけど、火山があるですね、ところになっています。東京ディズニーシー内にある火山ですね。煙が上がってますね。まあ、なかなか東京ディズニーリゾート自体は近いは近いんですけども、まあ、なかなか行く機会は少ないかな。はい、少ないですね。いや、多分どうしてもやっぱ高いので、まあ、近いんだけど、まあ、自分はね、まあ、東京ディズニーリゾートの本当にディズニーファンならともかく、もうめちゃめちゃのね、もう超もうすごいディズニーファンならですね、ともかくなんですけども、まあ、そこまでの私はね、熱量はそこまでは持ってないので、まあ、残念ながらそこまでね、行くことはないんですけどね。はい。まあ、ここら辺は本当にもうリゾート感満載というような場所になっております。で、今ちょっとですね、信号を渡ってこっち側がですね、ちょっと公園になってまして、浦安市運動公園という公園になってます。まあ、結構いますね。お子様連れの家族の方も遊具で遊んでるような感じですし、結構ですね、ここら辺もやはり近くの住民の方々がですね、運動公園に来て遊んでるというような感じなのかなと思ってます。いや、こんな感じでね、本当にすぐ隣が東京ディズニーリゾートなので、まあ、ここら辺も観光地ですよね。まあ、観光地にはなりますよね。はい。なんか面白いでかいモニュメントがなんか浦安市運動公園のところにあります。なんか人が3人、何人乗ってるんだ？ 1、2、3、4、5人のかな。
ここにいるんですけど、まあ、そういうふうなちょっと面白いモニュメントもありますね。じゃあちょっとね信号が変わりますので、はい、行きたいと思います。はい、ここの正面のところが浦安市運動公園になっております。ちょっと雨なのね、もうちょっと人いないかなと思ったけど結構人いますね。で右手側が、まあ、ずっと東京ディズニーリゾートになってまして、まあ、そこ正面行っちゃうと本当に、東京ディズニーシーのエントランスになっちゃうのかな。はい、まあ、そこで行き止まりになっちゃうので、まあ、自転車自体はここをですね、左折していきたいと思います。はい、そこの信号を渡ってもですね、私今回は特に東京ディズニーリゾート自体には用はないので、入れないのでね、ていうか入らないので、行かないんですけども、はい、まあ、ここら辺も本当に、気ままなポータリング最高なとこで、今ちょうど、右手はですね、まあ、巨大な駐車場になっているので、東京ディズニーシーに行く方はこちらの駐車場を使うって感じですね。東京ディズニーランドの方ももう一つ大きな駐車場、まあ、何個か大きな駐車場あるんですけども、結構ね回り込んでいかなきゃいけないので、東京ディズニーランドに行く場合はですね、こっちの駐車場に行ってまた別の駐車場を使った方がねいいですね。もう本当めちゃめちゃね広いんですよ、東京ディズニーランドもね。もうずっとなんか何かしらの工事やってて、また拡張もしましたからね、どんどん広がってるっていうような感じで、やはりね飽きさせないっていうのと、やっぱりディズニーファンの心をずっとね掴み続けてるっていうところで、ある意味本当すごいですよね。なかなか、まあ、遊園地って流行り廃りっていうものがあって、まあね一時期流行ってたとしても、まあ、最終的に廃れてしまって、まあ、閉園になってしまうような遊園地ってもう多々ある中、このですね東京ディズニーリゾートの、まあ、チートねランドに関しては全然もう廃れるどころか、もうずっとですね、まあ、リピーターも多いですし、どん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 ね新しいものも取り込んで変わっていくようなところなので、まあ、ある意味素晴らしいですよね。まあ、オリエンタルランドがまあ経営したりするんですけども、いや本当に素晴らしいとこかなと思っております。でここもまたちょっと交差点なので、少し待ちたいなと思っております。はい、ということで信号が変わりましたので行きたいと思います。はい、ということでですね信号変わりました。ではなんかあれですね、なんだっけ、忘れちゃった、あのエレベーターっていうかあれが急に上がったりするのはホラー系のやつの、建物がありますけども、なんだっけ、タワーオブテラーか、タワーオブテラーの、建物がちょうどですね右手に見えますね。はい、まあ、なので東京ディズニーリゾートはねこうやって、ね、外からも、まあ、覗けたりするの でここがちょうどまたねポタリングが最高な場所なんですよ。ちょうどねあの右手のところに、ディズニーシーのいろんなアトラクションがですね、まあ、垣間見れるような場所なので、ここもね私結構ねお気に入りのところですね。はい、タワーオブテラーの建物が右手に見えております。はい、でここら辺もね本当にリゾート感満載の道になってますので、私ここ本当に、ここポタリングするのね大好きなんですよ。でどっからかちょっと上に登れるようなところがあったと思うので、そこからもうちょっと高台でですね東京湾も望みつつ見てみたいなとは思ってるんですけども、どこだったかな、もうちょっと先だったかな、今の砂利道じゃなかったと思うんですけど、はい、であとあれですね、右手の方に船があると思うんですけども、コロンビア号ですね、コロンビア号も見えます。はい、こんな感じになってますね、こんな感じですよ。はい、こんな感じですね、コロンビア号もあります。でタワーオブテラーもあるというような感じですね。はい、ここの道もねいいですね。で正面ちょろっとだけ見えますかね、東京ゲートブリッジもね見れるような場所になってまして、東京湾から
まあ、東京の都心方面もね、まあ、見れるような、ところに来ました。ここからちょっとどっかから上がっていきたいんですけども、上がれる場所があればね、そこからね行きたいと思います。確かにあったと思うんですけどね、まあ、ここも撮ってもいいんですけど、できればね上に登って、でそこからね見てみたいなと思ってるんですけど、はい。で火山もありますね。右手側に火山とかもあったりとか、まあいろいろと東京ディズニーシーの建物が垣間見れるという感じですね。東京ディズニーランドの方も見えるんじゃないかな、はい、見えると思うんですけども、あ、こっから行けますね。そうそう、こっから行けるんですよね、はい、こっからちょっとね左の方入っていって、でもうちょっとするとね高台にちょっと出ますので、はい、そこからだとさらに気持ちいいですね。東京湾も望めますし、東京ディズニーリゾートの方もね望めるような場所になってますので、はい、こんなところですね。見えますかね。はい、東京湾とね東京ディズニーリゾートが望めるようなね、ここがまたいいんですよ。ここもねゆったりとねポタリング、今ちょっとねゆっくりね漕いでますけれども、いやー気持ちいいな。で今ねだいたい14キロ弱ポタリングで来ましたけども、はい、まあ本当にねすぐに私のところからね、まあ、来れるような場所にはなっております。羽田空港に離発着する飛行機もバンバンと飛んでるような感じで、はい、目の前に、航空機も飛んでおりますね。で東京ゲートブリッジも左手の方に見えて、めちゃめちゃここ開放感あふれるようなね、ところになってます。で火山もねここからとこんな風な感じに見えます。こっちですね、はい、東京ディズニーシーがねこういう風にね、見ることができるようなところになっております。はい、でそうするともうちょっとねまっすぐ行くと、今度はまあいろいろなあのですねリゾートホテルが立ち並んでる、まあ、エリアとかにね行くことになりますけど、はい、ここら辺本当に気持ちよくね走れるんですよね。まあ歩きで千葉県一周徒歩の旅もね1日目はまあここら辺のところからスタートしましたけども、本当にねここら辺はねまあ歩いてても気持ちいいですし、こういうふうにですね、適当に、自転車でねポタリングするっていう部分、めちゃめちゃね気持ちいい部分になっております。ここからもちょっとだけですけども、東京ディズニーリゾートがね、見れるエリアになっております。ちょっと見えるかちょっとわからないですけどね、正面の方にシンデレラ城もね、見れるようなところになっております。ここら辺がいいかな、はい、ここら辺がいいかもしれない。ちょっと見えにくいかもしれないですけどね、正面がですねシンデレラ城とかも見えますね。なのでこっちの方が東京ディズニーランドの方になるかな。もうちょっと見やすいところにシンデレラ城が見えるとかあればいいんですけども、ちょっと建物のね奥になってますんで、ここら辺がいいかな。あ、ここら辺だとまあまあ見えるかな。ちょっとまたヤシの木に隠れて見えないかな。はい、こんな感じで今ちょうど正面なんですけども、シンデレラ城がね見えております。あそこら辺が東京ディズニーランドになりますね、はい、でこっちの方が東京ディズニーシーになってて、でぐるーって回ってこちらの方が東京ディズニーランドの方になっております。はい、ということでサインモニュメントまでね、適当にポータリングしていこうかなと思ってますけども、で左手にゲートブリッジで、そこからずっとですね、右の方に行くと、あそこら辺は何かな、豊洲あたりなのかな。豊洲も本当にいろいろとタワマンとかできておしゃれスポットになりましたね。もう本当当時は何もなくて、ただねもう埋め立て地でまだ何も建ってなかったので、一気に豊洲あたりは発展しましたね。まあ東京2020のねあのオリンピックに合わせて、まあ、選手村とかもね、あのまあ、豊洲っていうか、あそこは勝どきになったのかな、勝どきあたりに来ましたけども、あそこら辺のエリアっていうのは本当に一気に来ましたよね、はい、いやーなんか、うん、ここは本当に走ってて、気持ちいいところですね。ちょっと段差とかねこういう風に、ね、ガタガタするんですけども、
まあ、このアクションカムだとそんなに拾わないかなとは思いますけども、それでもやっぱりここら辺は、ポタリングしてて気持ちいい部分にはなっております。東京はもう今日はまあまあ指定はね、指定の方はまあまあいいっていうような感じですかね。はい、ちょっと手に持ち替えますかね。はい、ちょっと手に持ち替えますね。よいしょ、取れるかな。はいはい、ということで手に持ち替えましたけど、こんな感じですね。はい、東京湾こんな感じになっております。奥の方に、こちらアクアラインですね、風の塔ですね、あの空気口、空気をね入れる換気口があるんですけども、風の塔とかもありますね。で、指定の方はある程度いいですね。アクアラインの橋も見えてますね、今日は。だから木更津方面もはっきりと今日は見えてるような感じです。天気自体はそんなに良くないんですけども、多分雨が降ったおかげなのかもしれないんで、あの塵とか全部ね、落ちてですね、指定の方はね、いいような感じです。で、こちらの方ね、本当羽田空港から飛んでくる、航空機とかもね、もう近くを飛んでるというようなね、ところになっております。こんな感じですね。はい、本当にね、ここら辺は本当ポタリングしてて気持ちいい部分になってますので、はい、飛行機とかもね、飛んでおります。本当近くをね飛んでるというような感じですね。ちょっと広角カメラなので飛行機は小さく映っちゃうかもしれないですけども、まあ、それでも結構ね肉眼では近くをね飛んでるというような感じです。で、こちらはですね、本当にいろいろとですね、リゾートホテルが立ち並んでエリアというようなねところになっております。で、こっちの方がですね、いろいろと東京のですね都心のタワマンとかですね、高層ビル群が立ち並んでいるような、ね、場所になっております。じゃあね、最後、ポタリングして、サインモニュメントのところですね、ゴールにしたいと思います。はい、 OK ですね。いや、結構ね、今回ね新しく買ったねアクションカムなんですけども、使い勝手が良くてですね、重宝してますね。はい、もうポタリングして、そう、なんだかんだや30分以上喋ってるような感じがしますけど、はい、結構ね、しっかり撮ってくれてるというような感じですね。はい、で、ここら辺もね、やっぱりあのこういう風にランニングされてる方もねいらっしゃるので、まあ、結構いいところだったりします。で、ここまで来ると今度は、ここのところ右手に折れてですね行くというような感じになりますけども、ちょっともう一回だけ、カメラ外してみますけど、ちょっと待ってくださいね、手持ちに変えますね。はい、奥の方にちょっと観覧車とか見えますでしょうか。あちらの方がですね、葛西臨海公園になります。で、観覧車の右手側に見えているタワーがあれですね、東京スカイツリーになっております。はい、なので、まあ、本当に、ね、すぐここがですね東京ディズニーリゾートとか、あとですねリゾートのホテル群とか並んでいるところになるんですけども、そのですね隣がちょうどですね旧江戸川がですねそこのところに流れてまして、そこを渡ると東京都になりまして、その隣がですね葛西臨海公園というところになっております。はい、こういうところになってます。じゃあサインモニュメントはですねあとちょっとなので行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、 OK ですかね。はい、はまりました、しっかりはまりましたので、じゃあね、残りあとちょっとです、あとちょっとですけども行きたいと思います。はい、ということで、こっからはちょっとねまだね工事してるのかわかんないですけども、ここまでがちょっと、見晴らしのいいポタリングするねいいスポットだったりするんですけどね。あとはまあ見晴らしが、まあ、そこまで期待しなくてもいいよっていうんだったら、今のね道路のところもここのところね、ここずっと行けますので、ここからね通ってくればいいかなと思います。はい、ということで、あとちょっとですね、まあ、こちらの方になると東京ディズニーランド側になりますね。東京ディズニーランド側になりますので、東京ディズニーランドに行きたい場合はね、こちらの方からね来るとねいいかなと思っております。はい、ということで、はい、もうちょっとしたら着きます。ここら辺本当に右手が
本当にリゾートホテルになってますので、まあたまに、まあ、ビュッフェとかで食べに来ることはありますけどね、泊まりに来ることはないかな。はい、じゃあここでちょっとね、信号を渡りまして、サインモニュメントの方ね、見てみたいと思います。正面にあれはですね、東京ディズニーシーの火山ですね、火山が見えるようなところになっております。じゃあちょっとね、信号が変わるまで待ちたいかなと思いますけども、はい、信号変わりますね。はい、変わりました。ちょっとせっかくなんで、ちょろっとサインモニュメントの方直接行ってもいいんですが、ちょっとやっぱポタリングっていうことでね、気ままなポタリングなので、もうちょっとディズニーリゾートの方近く寄ってみたいかなと思いますね。はい、ここら辺だと右手側に、シェアトンとかあるのかな。で、手前の左手の方はグランド日光なので、はい、日光ホテルもねありますね。で、ここら辺はなんていうところ、浦安駅入り口のところの、あ、ヒルトンホテルグランド日光という、バス停がありましたね。はい、でここら辺だと本当に、東京ディズニーリゾートから遊びに来た本当観光客がいっぱいいるということで、ここにもなんかこんななんかモニュメントありますね、ホテルのね、ファンタジースプリングスという、はい、こんななんかやっぱり夢の国に来た感をね、やっぱ味わいたいということでありますね。はい、ここら辺が東京ディズニーリゾートのベイサイドステーションというエリアなのかな。でこっち行っちゃうと多分あれですね、またさっきの道路に戻っちゃうというような感じですかね。なのでまたちょっと引っ返しそうかなと思いますけども、まあ、こういう風なところですね。はい、こちらホテルオークラのホテルとかもねありますね。でシェアトンのホテルがあったりとかありますね。ちょっと戻ります。はい、っていうようなところをですね、今ずっとですね、走ってきたというような感じです。本当にいっぱいね人がいらっしゃるというような感じなので、はい、まあ、歩きだとねちょっと歩いて行ける歩道とかあって結構ね人とかいますけども、はい、ちょっとね今日は気ままなポタリングということで、ちょっと自転車で来ているので今回はね諦めますけども、はい、ということで、まあ、ここら辺をですね気ままにポタリングしているというようなね感じになっております。さて、じゃあ最後ねサインモニュメントの方はね行きたいと思います。サインモニュメントもね、まあ、千葉県一周とこの旅した時も、まあ、サインモニュメントからスタートして、でですね、まあ、最終的にそのサインモニュメントもね帰ってきたようなところになってるんですけども、はい、まあある意味ここら辺も私は結構ね感慨深い、なんか思い出のある土地だったりはするんですよね。はい、まあ、千葉県一周の時も結構ね苦労して徒歩でね一周したんで、まあ、その動画もできればね見ていただきたいとは思うんですけども、結構ね辛かったんですよ。本当に東京ディズニーリゾートからスタートして、まあ、簡単にね千葉県を徒歩で一周できるかなと思ったらそんなことは全然なくてですね、めっちゃめちゃね、時間もかかりましたし、あとはもう1日 4,50 キロ歩きましたからね、まあ、もうちょっと二度とやりたくないっていうような感じなんですけども、はい、結構ね、辛い思い出っていうか、まあ、楽しかったら楽しかったんですけども、結構辛かった思い出もいっぱいあったので、はい、まあ、そういう意味でもここのところはね、まあ、サインモニュメントのところが結構ね、感慨深いのようなところなので、今回のこのポタリングもですね、そのサインモニュメントのところで終わらせたいなと思っております。はい、あともうちょっとしたらね、着きます。結構ね、今日は風はそこそこあるのかな、まあ、海沿いまで来るとね風はねやっぱりあったりするので、まあ、ひどく吹いてるというような感じではないので、まあ、そこまでではないかなと思いますけども、はい、まだね、右手の方は、リゾートホテルが続いているようなエリアになっております。でまだもうここら辺になっちゃうともうそうですね、一周といっても、まあ、私のですね視線からは東京ディズニーリゾートがね垣間見れて見ることができるんですけども、あの普通のこのポタリング の自転車からの目線ではちょっと見えないかなとは思いますけどね。はい、ということでぐるーって回ってきます。もうちょっとしたら東京ディズニーリゾートの
行きますね、ランドの方の駐車場がたくさん並んでるエリアにはなるんですけど、まあまあ広いですよね、こういうふうに話しながら来たと思うんですけど、まあまあ広いことをね実感していただけたかなとは思っております。はい。でなんだかんだ言って今、16.25キロ今走ってますね。でもうちょっとしたら1時間ぐらいなので、まあだいたいねこういうふうな、東京ディズニーリゾートを気ままにポタリングする場合ですけども、まあ、船橋から来ましたけども、まあ、船橋からね、まあ、大体1時間ぐらいで、まあ、こういうふうな工程をね歩むことができるというような感じですね。はい。でここは行けるのかな、なんか途中行けるのか行けないのか分かんないけど行けそうですね。ここは大丈夫かな、大丈夫ですね。はい。行けるのかな、あちょっと行けなさそうですね。あちょっと戻ります。はい。まあ、こういうのもね、ポタリングの醍醐味っていうところなので、ちょっと残念ながら戻ります。ちょっとねハプニングが発生したというような感じですねやっぱねこういうこともねよくあります。まあ、ポタリングしてると途中で行けなくなってしまうということもねあるので、またちょっとね信号のとこまでは戻りたいなと思いますけども、いやーなんかフォーマルとなんかあれでしたね、ここ通られると思ってたのにちょっと、いやいつもね確かにこっちの方は通らないんですよ、道路挟んでね向こう側の右手側の歩道をね、通ってたりするので、いやまさか、通れないと思わなかったな。いや失敗した失敗した。ちょっと戻るという形になりますけども、はい、お付き合いいただければなと思います。ということでやっぱ途中でやっぱりね行けなくなるような場所もあるんですよ。まあ、そこら辺はねちょっと気をつけなきゃいけないということで、まあまあね戻らなきゃいけないですね。この先行き止まりって書いてくればね行かなかったんですけどね、まあしょうがないですね。まあ、気ままのポタリングということで、勘弁していただければなと思います。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ゆっくりと、まあ、ここのところは、ね、ポタリングできるようなエリアではあるので、まあ、おすすめっちゃおすすめです。まあ、確かレンタサイクルとかもね結構近くにあったりするので、レンタサイクル借りてですね、ここをですね漕いでいくというのもありなのかなと思っております。ちょうどですねここに横断歩道があるので、横断歩道をですね、通っていきたいと思います。はい。じゃあ復帰できましたので行きたいと思います。はい。ちょっとね、足が取れましたけど、今日は本当路面がね、ちょっと濡れてるので、まあ、気をつけなきゃいけないというところはあるんですけどね。はい。もうほぼノーカットでお届けしてますけど、はい、いつもだったらなんかいらないところは全部ね削っちゃうんですけども、まあ、気ままなポタリングのやつは、まあ、飛ばしてハイパーラプスでね飛ばして、撮ったりとかもしますけど、あとは基本的に動画はノーカットかな。あとまあ喋ってなかったらそうね、まあ、音とか聞かせる場合はあえて黙って漕いでたりはしますけども、まあ、そういうところ以外は基本的にはカットしないでいこうかなと思いますし、ただその時にまあ言い間違えることも多々あるかなと思いますけども、まあ、ちょっとライブ感を重視したいなと思ってますので、まあ、なるべくカットなしでいきたいかなとも思っております。まあ、ただねこれに関してもまあ気分なので、また気分によってはね変えるかもしれませんけど、はい。でようやくまた、復帰してきたかな。右手の方が東京ディズニーランドの方の駐車場になりまってますね。はい。ランドの方の駐車場になってますので、こちらね、東京ディズニーランドの方行きたい場合はこちらの方の駐車場をね使えばいいかなと思っております。あと結構人がね歩いているので気をつけて歩かないとちょっとまずいかなと思っております。はい。じゃあね、気づいてくれたので避けていただきましたけども、はい。ということでね、一生懸命ね
漕いで行こうと思ってます。あとちょっとなんで、ちょっと前方に海外の方も、ね、いらっしゃいますね。はい、ということでうまく受けつつ、またですね、前方に見えてきているのは、これは京葉線かな、京葉線になりますね。京葉線が走ってて、また国道357号線に復帰できるようなところになりまして、すぐそこがですね、東京ディズニーリゾートのサインモニュメントがある場所になります。はい、なんだかんだ言ってあれだな、動画回してからちょっと43分ぐらい経っちゃいましたね。まあまあ、43分ほぼ喋り続けているような感じではあるんですけども、はい、まあ、途中ねちょっと道を間違えたりしちゃったんで、まあ、ここまで本来はねかからないような場所なんですけども、でもやはりそれでも東京ディズニーリゾートはね広いっていうことが分かっていただけたでしょうかね。でバスもなんか東京ディズニー仕様のバスとかも走ってたりしますね。はい、で、まあ、ちょうど信号が赤になってしまったので、ちょっとね、待ちたいと思いますけども、はい、正面があれがですね東京ディズニーリゾートの、サインモニュメントになっております。今もちょうど今あれですね、こちらの方でロードバイクで来られている方がですね、クロスバイクかロードバイクかどちらかちょっと分かんないですけども、まあ、そちらの方が東京ディズニーリゾートのサインモニュメントの前で、自分の、自転車をですね持って写真を撮っているというようなね感じですね。やはりここはね、やっぱり絵になる場所なので、こちらの方でね撮られる方もね結構いらっしゃるのかなと思っております。また次もですね、次の方が、こちらの方の、ね、東京ディズニーリゾートの、ゴールのところですね、多分写真を写されるのかなと思うんですけども、はい、というところになってます。今ね、ほら、ね、写真をね撮る方がいるって分かったんでちょっとねどきましたね。はい、ということでね、次の方が今一生懸命、なんかカメラを片手に今準備をしてるかなと思ってますけども、はい、私もねここの東京ディズニーリゾートのところをねゴールにしたいかなと思っております。はい、というところで、信号の方が青になりましたので、はい、こちらがですねゴールということで、東京ディズニーリゾートのサインモニュメントの前というところになります。はい、ということでちょっとね、手の方に持ち替えます。はい、ということで、はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は、まあ、ママチャリですね、ママチャリでポータリングということで、まあ、船橋市から、こちらの方のですね東京ディズニーリゾートの方に来てですね、まあ、一周した動画というものをね上げました。またですね、次回もこういう風なポータリングの方をね、続けていきたいと思いますので、チャンネル登録方もね、よろしくお願いします。ではですね、動画はここまでにしたいと思います。またですね次回の動画でお会いしたいと思います。さよなら、バイバーイ。